サード正面です。元山からまずは先頭を取りました。後方下がりながらの西川、西川も非常にあの守備範囲が広いプレーヤー、そんな感じがします。ヒットボールに近い球を打たれてるんですかね。ここはうまく抜いてセカンドゴロに打ち取りました。これで3アウトになっています。3-2まで来ています。速いボールで三振を取りましたバッテリーです。タイラー、アウトローに149という数字が出ていましたが差し込んでいます。ライトの前、ライトの前ですが抑えました。金子が掴んでこれで2アウト、落としています。バックハンドで処理、アギラーからベースカバー、どうだ、アウトになりました。平のスピードが勝りました。この回は三者凡退に抑えました。平のピッチング0点です。外の変化、見逃しの三振です。アウトコースいっぱいです。少しスライドしていくボール、そうですね、カット系のボールですかね。詰まっています。まずはセカンドに送る、元山が一塁放りませんでした。低めの変化、バットスイングはスイングでした。三振という判定になりました。レイノールズです。叩きつけましたがショートゴロです。ワンアウト、ストレートで三振です。153キロでした。この打席の対シャイナーはかなりそのストレートという部分にフォーカスした感じですね。そうですね。で手はね、三遊間です。一塁送ります。源田の速いさばきでした。これでサイです。ピッチャーの前、ワンアウトです。打ち上げています。ストレート打ち上げてセンターです。西川、落としてきました。綺麗にスイングアウトを取りました。ここで3アウト。平も三者凡退のピッチング、0点に抑えました。